ってまいりますのはこちらということで、なんと2016年に世界優勝したウォルフ・グリックというね、超有名プレイヤーがオセアニアリージョナルというね、世界最大規模の公式大会で優勝した滅び構築となっておりますということでですね、新環境始まりまして、どんなパラドックスポケモンが強いのというところだったんですけれども、最強のパラドックスポケモン叫ぶしっぽとさせてくださいということでね、まあ、羽ばたく神も、まあ、もちろん強いんですけれども、まさかね叫しっぽが優勝するとはね、もう思ってはいなかったと。まあ、技はね、かなり覚えるんだけど、特攻とね、攻撃が低くて、まあ、耐久と素早さが高い。でもやっぱね、攻撃できないってなると、どう使っていいのかっていうのはかなり難しいんですけれども。まあ、今回ね、この金縛り滅びの歌、しかもね、じゃれつく。まあ、この滅びなんですけれども、やっぱ滅び使った後にね、ゴチルゼルの影踏みで、まあ、相手を交代できなくさせて、まあ、金縛りとかもね、使っていきながら相手の行動不能ターンとか、まあ、作ったりとか、頑張りながら、滅び最終ターンにこっちのね、ポケモンは交代してと。いう感じで、相手だけ滅ぶ、みたいなね、ことが結構したいパーティーになっているんじゃないかなと思いますけれどもね。まあ、イルカマンとか、まあ、羽ばたく神とか、まあ、この辺ね、攻撃性能も、まあ、かなり高いポケモンとなっておりますので、まあ、ただただ滅びでね、まあ、4体持っていくだけじゃなくて、まあ、殴り切るっていうプランもね、全然取れるという構築になっているわけなんですけれども、使い方かなり難しいと思います。まあ、挑戦的なね、道具にはなってしまうかもしれないんですけれども、今回ね、僕が使う滅び、どんな感じなのか、ぜひね、見ていってください。はい、どうも、今回の最初の方、エンガイさんです。よろしくお願いいたします。ということで、今回ね、相手はトリックルーム的なね、要素、下4体、そして上の2体はめっちゃ早いというところなんですけれども、まあ、叫ぶ尻尾先発で全然いいんじゃないか、これは。叫ぶ尻尾からの、もうこれ、ゴチルゼルいきなり行くか。もうビエラレベルになると、ここゴチルゼルいきなり行きます。はい。今回上の4体。まあ、ウィンディはね、まあ、今回は、まあ特に、なんか展開的にワンチャン全抜きされる可能性が、出てきます。まあ鉄の包みとかね、そして古代ムーマとかに対しては、まあそこまで、まあ役割、まあ持てないと。神速有効だったらめっちゃ役割持てるけどね。まあコータス半減できるってのはいいんですけど、まあ技構成的にコータスにめちゃくちゃ抗えるほどでもないんで、まあ今回オールス版でいいかなと。いうところですが、さあ相手は、バレルとムーマ。なるほど。OK です。これね、古代火星で素早さ上げることによって、羽ばたく神でね、素早さ抜くことができるのは、この男となっております。もうこれ、いきなり守る金縛りプラン行きたいレベル、ではありますよね。はい。まあ、守る。守る微妙だな。ここもじゃれつくだな。羽ばたく神に、まさかの。これ、超、高校級の立ち回り。さあ、荒ぶる竹守る。まあこれね、ゴチルゼルが、まあ一旦目猫騙しが使えますよということで、まあ羽ばたく神には猫騙し食らわないので、まあとりあえず猫騙ししてみたっていう形で、まあ上からじゃれつく。まあこいつ防御低いんで2発で、OK 持っていく!2発かなりでかいね。シャドーボール。もうこういうのが嬉しい。こういうのね、見てください。効果抜群なのにこのダメージ。もう頭おかしいです。強すぎです。でですよ。まあ、ここは羽ばたく神が次じゃれつくで倒されるのを嫌って荒ぶる竹は多分この怒りの粉増してくるかなっていうところなんで、まあここはね、まあ守るとか、まあしてもいいんじゃないかなってところありますが、まあとはいえね、ここであのゴチルゼルがすることなくなってしまってもうてますということですよ。相手のね、荒ぶる竹が怒りの粉してきた場合は、このね、悪タイプが入ってるんで最高記念数無効化されてしまいますと。で、滅びね、打ってもゴーストタイプの、まあ神には全然食らえませんと。いうところで、まあ、かなり辛い展開となってきますので、守ってね、まあ、ゴチルゼルを、交代させます。これによって、まあ、相手は怒りの粉プラス攻撃を、まあ、叫ぶ尻尾だと、まあ、想定されますので、そうだった場合に、まあ、うまく交代が決まったという感じになるんですけれども、頼む、体を。あ、羽ばたく守る。これはこれでやばいっすよね。これはこれでやばくて、キノコの胞子が、これがやばかった。これだけがやばかった。まあ、それはそれで、まあいいでしょう。まあ、ここからね、ビエル選手、バグレベルの挽回を見せていきます。これね、ここで金縛り打つことによって、次、キノコの方針がね、打てなくなるというところを狙っていきたいわけですよ。はい。まあ、ここは順調に、不意打ち ?OK! 相手、怒りの粉ないぞ、これ !OK! いいですね。相手、ないですね、これ。守る、不意打ち、キノコの方針、怒りの、ん?怒りの粉ないね。怒りの粉ないから、まあ、これない動きですよ、こんなもんは。いや、これかなりいいんじゃないですか。
さあここでぐうぐう眠っている次から起きる可能性が出てきます。で相手不意打ちはできなくなったんで悪くないと。じゃあこれはもう手荒れつくいいですね。まあなんか確かに相手守るキノコの本質だったりとか、まあ、割と怒りの粉ない前提の動きみたいなこともしてたんで、まあ、ここでねやっていくしかない。まずはじゃれつく。相手がテラスタル切ってきたとしても、まあ炎とかね、まあ鋼とかじゃないと、まあじゃれつくはあまり半減されないけど、まあ、炎は全然ありえるっちゃありえるけど、まあ水とかもね、水とかフェイリーとか結構、まあ、多いと思うんで、まあじゃれつくいきますか。で、ここはでもあれか、でもまたあれか、ちょっとめんどくさいな。いやでもまあ打つか。これね、さらに守られながら、キノコの奉仕されるのが一番だるいんですけど、テラスタル来たよ。テラスタル来たよ。やばい。そっち浮いてきた。浮いてきたのはこの男。なぜか浮いた。さあなんだ、飛行テラバーストでもあんのか。なんだこれ。あ、チャレスク同点 OK。 叫ぶ尻尾が OK。 羽ばたく髪を突破した。これブーストエナジーのおかげですよね。まあ、ここ起きてムーンホースっていうのを嫌ってテラスタルって感じはありますね。あ、それプラステラバーストって感じか。まあ、不意打ちをまあ封じたんで攻撃で倒されることはまあないかなっていうところはあったんですけれども、まあテラバースト、うんうん、まあ、テラバーストね、テラスタルしなかったらまあノーマルなんで神にまあ無効になってしまうっていうところ。あ、玉ね。オッケー、完全に理解した。守る、テラバースト、不意打ち、キノコの星、全部もう見えました。もうここでね、もう勝ちですよ皆さん。こっからいきます。はい、これいきます。こっからですよ、勝負っていうのは。これ猫魂滅びからの、もう相手逃げれませんから、うん、これ分からせます。いやテラバーストね、これさすがにでも耐えないんだよな。かける尻尾からのカイナ。あー、カイナちゃんね。まあ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 、一応ゴチルゼルのね素早さをもう皆さんとね一緒に確認していきましょう。85あるんで、まあさすがに鉄の回路より、まあ早い可能性が、まあほぼほぼ、うん、ほぼほぼなんで、まあ上から猫魂打てますよねっていうところから、これね、もうキノコの奉仕とかじゃなくて、もう僕ね、テラバース打ってくると思うんですよ。だってもう、ここで滅び打たれる可能性考えたら、もう残り1キスを減らしたいと。ここで、まあ僕はね、叫ぶ尻尾が倒されてしまった場合、ここで滅び打ったらゴチルゼルがもうね、引き先がいなくなってしまうと。いうところがあるので、まあ相手もね、まあそれを読み取って倒してこようとする可能性があるんですけど、そこで、ね、鋼テラスタルすることによって、まあ耐えますと。テラバースト。で、耐えたらどうなるか。そうです。ゴチルゼルや叫ぶ尻尾が交代することができるようになるということで、こう、キノコの星やめろ。でもキノコの星もいいんですよ。最悪。引けるから。お願い。頼む！さあーからの、テラバーストしっかりと半減していって。さあ、OK！ テラバースト !OK!うん、これね、鋼になったおかげで、まあ、半減にしてね、まあ、耐えることができるようになったっていうところなんで、まあ、非常に、あまりにも有効だった一手なんじゃないかなというふうに思っております。さあ、ここはどうしましょうか。まあ、残り3ターンね、頑張って耐えましょうよと。まあ、カイナとかね、荒ぶる竹、結構倒すのが難しいポケモンなんで、うん。いや、どうやっていくかだな。まあ、一旦守る。まあ、とりあえず安定なんで守ります。10攻に10攻を重ねていった結果、結果両守る。さあ、両方守っていくのは、そうです。ウォルフの前年度に世界優勝した男、ビエラです。さあ、両守るからのテラバースト。これはね、もちろんしっかりと守っていく。で、鉄のカイナはどんな打点があるのかな？まあ、ドレインパンチとかボルトチェンジやばいって。まあ、ダブルバトルでもね、まあ、ちょいちょいぐらいはボルトチェンジね、持っているやつも、まあ、出てきているかなっていうところなんですけど、まあ、ボルトチェンジはまずいです。はい。ボルトチェンジされてしまうと、まあ、鍵踏みしてるのに、まあ、下げられてしまうってことなんで、シンプルに嫌ですよね。まあ、滅びのターンの都合上ね、まあ、このら辺で引いていかないと、もう引くことができずに終わってしまうっていうのもあるんで、まずはここで、まあ、引いていきますと。で、ここでね、まあ、テラバースト抜群ならちょっと気になるけど、まあ、キノコの方しね、無効ならが諸バレル強いですよね。まあ、ここはじゃあ一旦サイコキネシスでも、こいつはもう滅びで絶対倒せるから、サイコキネシス鉄の階段がいいっすね。ここでちょっとでも抜群ついておくっていうのはかなり重要になってくると思いますと。さあ、あ、ムーンです。繰り出していって、さあ何してくれば、ボルトチェンジかな。サイコキネシスをまず当てて、うん、上から当てて効果抜群。はい、硬すぎ。特防が低いとは何だったのか。さあ、テラバースト打ってくるのうまいですよね。あ、ゴチルゼル OK ですね。これかなり OK ですね。相当 OK ですね。
さあ、命の玉。で、お、OK、お盆ね。うん。まあ、自分のお盆にびっくりする男ね。うん、そういう時もある。で、鉄の階段。ボルトチェンジ。まあ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 。ボルト、OK! 交代が全てうまくいっていく。さあ、N ガイさんのところに戻っていって、最後のポケモン気になるところですが、まあ、滅びのね、映え自体は、まあ、控えめな試合になってるね。ボルトチェンジとかいう存在によって、さあ、鉄の包み来ましたね。まあ、包みね、結構、冷凍ビームとか持ってないことが多いんで、フォークチャージで、なんだ素早さ、オッケー、素早さならオッケーですね。さあ、金縛りが解けた。意外と長いですね。さあ、ゴチレゼルのカウントが1になりました。これによってね、はい。次のターン、アラブルタケで倒せるので、テラバーストね、もう、アモンガスが被弾することがなくなりましたよと。で、ここでですね、ゴチルと叫ぶ尻尾、どっちの方が、まあ、価値があるか。まあ、このままゴチルゼルが滅びで倒されてもいいんですけど、まあ、鉄の包みがね、やっぱ素早さが、まあ、上がっていて、早いので、うん、まあ、叫ぶ尻尾はね、さすがに倒されてしまうっていうところあるんで、まあ、ここはもう仕方ないですね。守りながら、まあ、ゴチルゼルを、まあ、叫ぶ尻尾に変えますと。これで残り2対2で、どれぐらい頑張れるかなんですけど、普通に若干きつくておもろい。普通以上にきつい。滅びが、ちょっと、微妙な感じに、アラブルタケ頑張って倒しただけみたいな感じになってる。ので、頑張りましょう。さあ、ハイドロポンプでぶちかましてきて、そうですね。いやー、ここで鉄の階段とね、鉄の包みか。僕のポケモン両方攻撃性能が微妙なんでね、かなり微妙なんですけど、まあ、サイコキネスで、まあ、カイナ抜群ね、まあ、全然入んないけど、まあ、3割ぐらい入るんで、まあ、一応、なんとかなるって感じですか。頑張れるかな、ここ。さあ、アラブルだけを倒していきました。まあ、素早さがブーストしたんで、特攻自体はそこまでね、まあ、やばいわけではないというところあるんですけれども、まずは、まあ、猫魂を鉄のカイナかな、とりあえず。素早さ勝ってて、あとだからでよ、ここはですね、キノコの奉仕でどれぐらい暴れれるかですよね。こっからどれだけ荒ぶる竹になれるか。まあ、相手はね、格闘電気のポケモンなんで、鉄のカイナ、まあ、バレルにあんま打点ないっていうところ、まあ、ありますので、まあ、キノコの奉仕、まあ、猫魂キノコの奉仕で鉄の罪を眠らすことができたら、まあ、割とね、まあ、割と勝てるんじゃないかぐらいまで。いきますかね。まあ、モロバレルがここでフリーズドレイされたとしても、癒しの波動でね、モロバレルを回復させることができるんで、まあ、これ、もうモロバレルワンマンゲー始まっちゃいますよ。皆さん。勝つ目せよ。こっから、目を閉じる。かっこ、まだまだ絶対ターン数かかるのに、ここで、目を閉じるな宣言。からのフリーズドライ。オッケー。半分ちょいぐらいか、半分入ったか入んないかぐらいのダメージになって、さあ、キノコの方して。ラムでもゴーグルでもなく、ブーストね、したんで、クォークチャージ、あれブーストエナジーか、持ってるってことが確定したんで、安心してね、打つことができましたよ、というところですよ。さあ、ここはね、キノコの方しながら、ここで最高記念室、しません。ビエル選手はここで癒しの波動を鉄の階段の攻撃の上から押すことによって、不良の事故で、モロバレルを失いません。これです。さあ、鉄の積みはここは確定眠り。次のターンから起きる可能性が出てきます。はい。まあ、次起きる可能性が 33.3%。その次が、まず 33.3%。はい。まあ、その、残り3、バリ強い。まあ、ワイルドボルトね。まあ、それぐらいは強いの。まあ、認めてあげましょうというところです。さあ、OK です。いや、これね、でもそろそろね、次のターンに鉄のカイナが、積みが起き始めたら結構やばいっていうところは、まあ、もちろんね、僕自身認識してるつもりですよ。まあ、花粉団子かな、花粉団子かな。最後ゲース、いや、これ、いや、まず起きるな。ここ起きたらもうマジでやばい。ここ起きマジでやばい。このターンだけはさすがに起きんな。最速、次のターン怒りの OK、 次のターン怒りのこなするかどうか、ちょっと検討に検討を重ねさせていただきたいところ。さあ、ゴキネス、さあ、これ花粉団子じゃ倒せないんだよね。だから一応どっちみちね、包みの方も殴っていかないといけないんで、花粉団子が当倍の方でね、まあ、殴っていきました。お、結構入るね。これ相当希望あるよ。これやばいほど希望あります。はい、希望あります。いや、これちょっともう起きないこと願った方がマシかもしれん。うん、もしかしたら
花粉団子、いや待てよ、いやこれどうする、いや、ま、マジどうする、これ怒りのこなしたらね絶対いいんだけど、あーでもまあ微妙だな、あーこれ怒りのこなしよう、これ分かった、完全にもう俺分かっちゃった、この世の全てが、うん、全てオブこの世が分かっちゃった、これ怒りのこな、うん、これフリーズドライ倒されないんで、うわやばい、フリーズドライ、え、でもこれね、花粉団子がねバグレベルのダメージ入ったところに着目していて、次のサイコキネシスでこれも鉄の包みを倒せるんじゃないかなっていう風にまあ思っているわけですね、ビエル選手。バレルの花粉団子、え、ちょっと待って、なんか俺の時間やばくない、あ、やばくないわ、ギリギリだ、ん、なんか001秒になってなかった、相手、いや俺か、ん、違うな、え、でも俺16秒ぐらい残ってるよね、ね、残ってたよね今ね、なんかね表示か分かんないから、ちょっとなんか焦っておっしゃった、これ最後記念室とキノコの本心押すかどうかで悩んだ今、うん、怒りのこの最後したけどかなり悩んだ今、でもなんかいける気がする、最後ゴチルゼロなめんなよほんまにな、こんだけ花粉団子で入るならいけるよ、見とけな、ほんまに見とけな、からのオーグル風、ちょっと新しい選択肢じゃん、それは大丈夫っしょ、やばやったー、相手が相手の制限時間がなくなった、いやちょ、ま、相手かよお前、ビビらせんなよお前な、ビビらすのだけやめろな、これもうちょっとボツになるとこやったぞこの試合な、まあ、最後はねちょっと時間に余裕あったら凍える風を思い出した可能性が非常に高い、まあ制限時間のねおかげで勝ちましたというところでまあさすがにそうか、キノコの方し打ってから、花粉団子で最速起きされないことを願った方が良かったね、うん、ということでまあいろいろ考えさせられる深い試合でありましたけれどもまあ初めてのホロビンにしては頑張ったと思う方はまあ次のね対戦での成長している姿を見ていってください。ハドウンカの犠牲者の方はリオネルさんです。よろしくお願いいたします。ということでマルマインいたんですね、最速の男マルマインとなっておりますけれども、まあ、今回ね、まあ、立ち向かっていくのは私の酒しぽと、今回はねやっぱりこのヒーロー、うん、このヒーローを使っていきたいと思います。そしてもちろんゴチルゼル、これ強いですよね。さあこれはムーマか、今回これでいくわ、うん、まあ、モロバレルもまあもちろん強いんですけれども、まあそれ以上にね、僕が波動を感じたポケモンっていうのがこの4体。結局性質わかんないっていうね、質問も結構、まあ、いただくことあるんですけれども、まあ大体ね、相手のね、ポケモンにタイプで明らかに弱いポケモン、例えば今回だとウィンディ、まあとりあえずこれ出さない。うん。とりあえず出さないと決めましょう。で、残りの5体、どうするか。うん。これも適当でいいです。はい。声を聞く。いや、これはクソみたいなアドバイス、かもしれませんけれども、逆にね、まあ、経験がものを言いますよ。はい。まあ、じゃあ今回は例えば、さっきと違ってイルカマンを出してみました。で、今回刺さんなかったなってなったら、大体ね、自分の中で、まあ、体感がね、蓄積されてはいくわけですよ。まあ、僕目線でもね、これが、まあ、イルカマンか、まあ、もしくはモロバレルなのか、まあ、叫ぶし、ん、羽ばたく神なのか、どれがね、今回、一番微妙なポケモンなのかっていうのはね、まあちょっと難しいですよと。まあしかしながら、まあ僕ぐらいでもちょっと迷うってことは、もう適当に選んでも、まあさほど差はないというところですね。そしてさらに精度を上げていくには経験。そう。最初からわからないわからない。これはもう当たり前なんです。うん。適当にやって経験を積む。これが一番大事なんですね。さあ、というわけで古代活性。行って素早さ上げることによって最速の男も、もう本当にしょうもない。男に変わり果ててモテます。さあからの偉大なケバブーストして素早さが上がっていくか素早さ上がっていきました。なんかこれコンボあるんかな、もしかしてなんかありそうな雰囲気もありますね。さあ滅び打って滅び、まあ打つか、まあそれ打つけど、まあ一旦じゃねこだまし、まあ、していくよ。ゴチルゼル出して、まあ、ここでねもうバグレベルのダメージ被弾したら、まあ、それはもうコングラチュエーション。変なコンボなければ、まあ、基本的に耐えて次のターンは猫騙しプラス金縛り、することによって相手の、ね、行動を止めてその次守る、うん、この、ね、流れでは相手を、ね、滅ばせることが可能と、なっておりますので、もう皆さん活目せよ、うん、完全たる活目をせよ。さあパラフィン引いていきます。
さあ、引いて出していくのは影文の男。これね、影文出しながら、イルカが強くなってるってことで、まあ、かなり強いと。まあ、もしね、この偉大な牙とか丸前とかを仮逃したとしてもですよ。まあ、余裕ですと。え？え？地面まずい！え？地面丸前浮いてないけど地震打つのもしかしてやめてくださいよ。滅びの歌あるの？嘘！知らん知らん知らん技来た。知らん技来たよ。知らん技来た。技じゃないけど特性防音来た。マルマインくん久しぶりにね、このポケモンに帰ってきてですよ。剣立てでは出なかったんで、久しぶりに帰ってきて、お前それはもうあかんやろな。あそんなことしたらあかんやろ。さあ、挑発されてしまいました。じゃれつくしかね、できなくなったってところなんですけれども、ちょっと本当にやめてくださいよ。皆さん、待ってくださいよ。であれば、とりあえずね、イルカマン出しながら、はい、ここはね、猫魂で、まあ、一旦偉大な牙は強そうだから、猫魂で止めるわ。うん。まあ、丸前でね、なぜか滅びで、はめ殺せないってことは分かってしまったんですけれども、まあ、とはいえ、うん。まあ、偉大な牙だけはもう滅びで絶対持っていくっていう覚悟。でももしくは、なんかぶちかますやったから、防御下がってるから、ジェットパンチでゴリ押せばいけるんじゃないかっていう説も、まあ、僕の中ではある程度浮上はしてて、まあ、防音のポケモンにはね、まあ、気をつけましょう。皆さん、とにかく。うん。ジャラなんかとか防音とかあるんですけど、他、ジャラなんかってさ、今回いないよね。今のところあいつ登場してないよね。今回棒のポケモンって他何がいいの？さあ、偉大な剣、守るを使ってきました。いいでしょう。いや、これ、挑発ね、ゴチルゼルがされちゃったらね、次守れないんで、偉大な牙の攻撃めっちゃ避難しちゃうんで、あ、ボルトチェンジ。ああ、まあ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 。どっちみち？ああ、ありがたい。むしろありがたい。防音してくれてありがとう。うん。ホロビューの歌決まった、わーいってやった後に、ボルトチェンジされたらめちゃくちゃムカつくから、むしろ防音でありがとう。うん、で、もう偉大な牙ね、これ滅びで倒すと見せかけて、もうこれ水テラスラジェットパンチで倒す。これね、普通のポケモンだったら地面テラスした瞬間にジェットパンチで終わりと見せかけて、こいつ本当に防御がね、一生なほど高いんで、テラスラしてもなおいけるかどうかちょっと怪しいみたいなところもありませんか、これ。ね、それぐらいの硬さのポケモンですよと。で、カズリガメ。そうきましたか。お前最後ね、お前雨なんやったらお前もうね、カジリガメもジェットパンチでお前倒すからな、マジで。な？マジで倒すからな、お前マジで、マジでそうさ、ジェットパンチ。あるの？でもここね、カジリガメにゴチルゼルがやられるみたいな感じか。これ、やられるみたいな感じか？もしかして。まあ、行くわ。もう俺の覚悟決まった。で、相手が最後雨じゃなくても倒すために最高記念室で一旦消しとくわ。もう滅びとかしない。うん、このパーティーはね、滅びもしますけど、滅びじゃない。相手のポケモンを先に倒した後に滅び。それはかなりいいですよ。まあ、滅びで倒した後に普通に殴るっていうのは結構あれですけど、なんか微妙な感じしますけど、相手を運よくね、先発を普通の殴りでご了承した時に、その後にね、滅び決まったのもめちゃくちゃいいですよ。だって相手交換できないんですよ。さあ、ジェットパンチで倒せるか？さあ、偉大な牙雑魚とさせてください。偉大な牙雑魚とさせてください。さあ、最後記念室カジリガメ。まあ、このね、動画の1個前がまあね、偉大な牙となっているかなと思うんですけれども、まあ、イルカマンに対しては雑魚とさせてください。はい。まあ、地面テラスタルね、結構いると、いうことがね、発覚はしてますので、皆さんね、地面テラスタル気をつけてください。はい。やっぱり攻撃が高いんで、まあ、タイプ1のね、地震でさらに、まあ、強くしていく。まあ、ガブリアスと同じですよね。まあ、格闘も、まあ、決して地面単になることによって、まあ、フェアリー、まあ、羽ばたく神のね、攻撃とかも、まあ、いい感じにね、まあ、抜群から等倍にできますし、まあ、結構強いテラスだな、というところですよ。さあ、からの、マルマインも、ジェットパンチで倒していく。さあ、マルマイン。まあ、マルマイン、さすがに耐久的にはね、好きだろうなっていうところは、感じてますよ。で、相手はもう明らかに、この、イルカマンがやばいんで、おそらく、
イルカマを殴ってくると思うんですよね。そこに対してサイコキネス、これでいきます。で、相手もテラスタル切ってるんで、なんか変なね、半減とか変なね火力とか出されないっていうところもあるんで、まあ、ある程度ね安心して、もうこれ上の立場からねもう入ってます。これもう爪の段階にね入っているともう捉えてもうてください。はい、いきます。まあ、ここサイコキネス通らなかったらだるいけど、まあ通ったら次ね、まあ、マルマイン、まあ、ジェットパンチ縛りながら、まあ、かじり亀もね、まあ、モロハナ続き来たらやばいけど、あ、ボルトチェンジ、これはねかなり挑発ボルトチェンジ、雨乞いあるかな、雨乞いとかあんのかな、なだれ避けろ、ひるむな、これひるんだらマジやばい、1位オッケー、サイコキネス、マルマインをバグレベルで削っていく。あー、さあゴチルゼルはゼロになって、これちょうどいいですね。はい、もうゴチルゼルね、もう滅びプラン捨てたんで、影踏みもういりませんよというところですよ。で、さらに盤面がさらに強くなってしまってますよね。じゃあここはまあいきますか。これね、ジェットパンチでマルマイン倒した後に滅び、完璧じゃないですか。強すぎませんか、ジェットパンチ、ジェットパンチ守る。ここでね、変なことさせません。ここでね、ムーマが動く価値っていうのはちょっと低いですよね。ここでダメージをね、かじり亀に与えられてしまうと、次ね、雨のペリッパが出てきた時に水水で素早さが上がったかじり亀に、まあ、殴られてしまう可能性があるというところなんですけれども、まあ、とはいえ、まあ、あれか、まあ、ムーンホースをこのターンに入れておけば、次ジェットパンチでかじり亀縛れるっていうところもあるんですけれども、まあ、とはいえ、かじり亀が守ってペリッパーがね、ムーマに攻撃してくるって可能性もあるんで、まあ、いろいろ考えてね、まあ、考えた上で、まあ、守っとけば別にそんなに恨めないだろうっていう形に、まあ、なってはいますが、まあ、次のターンに、まあ、なだれでひるんだらだるいか。結局だるいか。まあ、結局、なだれという技が強いということで、まあ、エンド。証明完了。さあ、ジェットパンチ行きましょう。ただただジェットパンチが強いってルートもあるな。はい、強い。はい、この技強い。いいですね。からの丸マインをぶっ倒して、さあ滝登り。まあ、これ半減なんでね、まあ、余裕ですというところですよ。滝登り、なだれ、守る。ここまで見えてます。はい、まあ、弾ならね、アイススピナーかな、普通に行くなら。さあ、ペリッパー。色ペリッパー来てもうてますよ。まあ、ここで滅びの歌が決まった時点で、まあ、ほぼほぼ勝ちなんですけれども、まあ、一旦、まあ、ジェットパンチもしとくか。ジェットパンチも行きましょう。滅び。行きます。どんだけね、守ってご利用そうと。守るプラス暴風のね、卓をどんだけ当てられようとも、滅びの歌はね、もう読みが介在しない。最強の場にかかる技です。決まれば勝ち。からの。決まったらね、まあ、叫ぶ尻尾で守るしていくば、大体勝ちやから。さあ、絶体絶命のお相手し、どうする、滅びの歌が読めているか。そもそもかじり亀がジェットパンチで倒せる可能性がめちゃくちゃ高いという状態にはなってる。雨まで降ったし、相手弾だから反動で、まあ大体倒せるから、パーサーを守る。そう、こういうのがね、まあ、こういうのがちょっと、まあ、だるいタクと、まあ、なってくるんですけれども、さあジェットパンチを、まあ、守りますと、守ったところで、そうです、僕の古代ムーマの滅びの歌、滅び地面エンド来ました。からのペリッパーは僕、滅び決まって、このターン助けなんで、ね、絶対耐えると。オッケー、混乱もしない。さあ来ました、これね、滅びの一番いい勝ち方ですよ。これ滅びプラス守るプラス1体交換、これでね、絶対相手も積んでます。このターンにムーマが混乱してないことによって 100% 相手は済みました。終わりです、はい、残念ですがさようなら。マジで気持ち悪い。まあ、ペリッパーがね、急になんか土地狂ってフェイントとかしてきたら、まあちょっと話は変わってくるんですけど、まあ、そんなことはないということで、さあ守りです、守りの体勢に入ります。からのなだれ、はい、ペリッパーは何かできるかな、防音かな、防音ペリッパーかな、後付け防音ペリッパーかな。雪崩からの暴風 OK。 このね、勝ち確のターンが一番気持ちいいんですよ。まあ、滅び全然使ったことはないんですけれども、やられて一番気持ち悪いところがこのターンだから、まあ、使ってるターンで楽しいのはここだよなというところですよ。さあ、これでいきますか。
これでいきますか。いや、こっちの方がいいか。デッドパンチもう、なんか、うん、デッドパンチいくわ。倒す、むしろ降参かな、普通に考えたら。ここまで来たらもう降参かな。交代すれば終わりだから。交代して、ここで竹節っぽが倒されても、次のターンね、もう一回出てきたムーマが守ったら終わりなんです。はい、竹節っぽジェットパンチ、なんなら倒すか、なんなら倒して見せてか。オッケーさあ、あまりにも火力も強すぎる。まあ今回相手のね、雨が乗ってるっていうね、まあ上振れもありますけれども、まあ暴風、まあイルカはね、硬さもあります。このように暴風もね、なんか2発でもう倒せませんぐらいの耐久になってもうてますよ、というところで、これで勝ちです。はい、いや気持ちいい、ガチで滅び使って勝つ、こんな気持ちいいんかっていうね、ところを感じましたけれども、まあいつもね、僕が紹介している構築よりはだいぶ、まあ、難易度高くなりますけれども、まあよかったらね、あのウォルフはレンタルも公開してくれてるんで、皆さんも使ってね、あの遊んでみてくださいというところでね、まあ、このパーティーを布教するね、一つの要因になれれば幸いです、ということで、今回の動画は以上となりますけれども、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではバイバイ。